町田市は東京都の多摩地域南部に位置し、人口は約43万4000人。今日は町田市の昭和を振り返ってみましょう。昭和55年に役目を終えた原町田駅の木造駅舎、今の新名町田のあたりに駅がありました。木造駅舎と瓦屋根に時代を感じることができます。原町田とは町田の中心地にある町名、町田駅も原町田駅と呼ばれていました。町田村の原野を開拓したことからそう呼ばれているそうです。原町田駅のホーム、屋根がなく雨の日は傘を差して電車を待っていました。昭和50年代、原町田駅の南口側から見た風景。当時は周囲には何もありませんでした。ジョルナ、大丸、そして移転前の老舗家具店、大正堂が見えます。昭和38年頃の横浜線、国鉄 C58 型蒸気機関車、通称 C58。原町田駅の西南側は田園が広がっていました。同じく昭和38年、横浜線と小田急が交差する風景。周囲は田んぼで子供たちが遊んでいるのが見えます。現在は完全な都市空間に変貌しています。昭和45年、小田急新原町田駅の上空から原町田駅方面を望む。当時はカリオン広場の場所にタクシー乗り場がありました。中央、左にサンバード長崎屋、右下に小田急 OX。右上に西華屋が見えます。西華屋は現在、ジョルナになっています。昭和42年、小田急新原町田駅の西口駅前広場が町田バスセンターと共に新設されました。当時、バスの発着点は国鉄原町田駅でしたが、一部バス路線は町田バスセンター発着となりました。ところで町田市は東京都に属しますが、その地理的な要因から町田って神奈川県だよねと思われてしまうことがあります。現在の JR 町田駅から小田急町田駅までを歩きながら、その理由を振り返ってみましょう。実際、東京から小田急線で町田に向かう場合、上戸や新百合ヶ丘といった神奈川県川崎市の駅をいくつか通過します。こうした理由から町田は神奈川県と誤って認識してしまう人は多いです。しかし、町田市がかつて町だった時に属していた南多摩郡は1893年、明治26年まで神奈川県であったのです。この年、東京都に移管されました。ではどうして町田は神奈川県から東京都に移管されたのでしょうか。いろいろ複雑な理由があるようですが、一番大きな理由は水源問題です。多摩地域には江戸、その後の明治政府になってからの東京に水を供給する多摩川上水がありました。明治政府は多摩川上水は東京が管理すべきであると主張。これに対し神奈川県知事があっさりと町田の東京移管を容認したのです。というのも、当時の町田は自由民権運動がものすごく盛んで、神奈川県庁にとっては頭の痛い存在だったからです。そんな町田の歴史を紐解きながら、昭和の町田の風景を続けて見ていきましょう。昭和55年の原町田駅の駅前、写真中央付近が駆け足通り、マラソン道路の入り口、右手に大英が見えます。昭和44年、大英の関東最初の出店となった原町田店、開店当日の様子。開店日には3000人もの人々が集まり、1km ほどの行列ができたという。昭和46年、大丸百貨店、オープン当日の町田駅前。大丸の前はスーパーマーケット、静岡屋がありました。大丸の開店を待つ行列で、道路が埋め尽くされました。後ろに家具販売の大正堂の看板が見えます。大丸は昭和51年の小田急百貨店や昭和55年の東急百貨店の進出で苦戦を強いられ、2000年に撤退します。跡地では現在、丸井系の町田モディが営業しています。昭和55年10月、東急百貨店オープン時の様子。現在の東急ツインズ本館とスポーツ館の2館からのスタートです。
町田駅前に東急系の百貨店がある理由は、東急田園都市線が当初町田乗り入れを計画していたことによります。しかしその後、この田園都市線乗り入れ計画は実現しませんでした。昭和55年、国鉄原町田駅は小田急線新原町田駅とは距離が離れており、乗り換えのために約700メートルほどの道のりを急ぐ人も多かった。そのためこの通りは駆け足通り、マラソン道路とも呼ばれました。その後、市民からの要望で横浜線の駅は小田急線の駅に近づける形となりました。本来横浜線の駅と小田急線の駅を隣接させる要望も多かったのですが、地元商店街の反発で白紙となりました。昭和50年頃の町田駅前、半円形の建物が特徴的だった平和相互銀行は、後に左側に見える住友銀行へと吸収合併されました。平和相互銀行の空き店舗にはマクドナルドが入ります。現在もエンマック町田駅前唯一のマクドナルドとして多くのファンを集めています。昭和50年の雑貨屋、現在のジョルナです。雑貨屋町田店は昭和42年開業、昭和51年にジョルナに業態変換しました。運営は雑貨屋です。郊外型のショッピングセンターとの競合で一時経営不振に陥りますが、現在は京急グループと提携して経営基盤を強化しています。昭和40年の町田市役所、町田市中町1丁目にありました。現在は町田芝広として市民のための多目的広場として活用されています。都会と田舎、新しいものと古いものが絡み合って不思議な魅力を醸し出す町田。マルイやジョルナやルミネでは若者に人気のブランドが店を構える一方で、西のアメ横とも称される仲見世商店街、丸屋製菓の大判焼きを食べたり、駅から徒歩10分以内に新しいものと古いものが集まり、他の町にはない独特な空間となっています。今日はそんな町田の昭和を振り返りました。この動画が良かったなと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。